さあ、僕らの学校の時間がやってきました。今週は私たち鉾田市立鉾田小学校から元気いっぱいお送りします。皆さん、どうぞ楽しんでください。それでは私たちの学校、鉾田小学校を紹介しましょう。私たちの鉾田小学校は明治7年に開校し、今年で創立138年目を迎えた歴史と伝統のある小学校です。現在の全校児童数は374人です。元気、友情、挨拶日本一の学校を目指してみんなで頑張っています。私たちが住んでいる地域で毎年8月に行われる鉾田のお祭りは400年も前から続く伝統行事で、毎年大勢の人が参加しています。鉾田小学校の児童も出汁やおみこし、お囃子などでそれぞれの地区の小さな代表として活躍しています。学校の花壇は園芸委員会を中心に整備されており、今はサルビアやマリーゴールドなどがきれいに咲いています。このきれいな花壇も私たち鉾田小学校の自慢の一つです。鉾田小学校にはみんなが楽しめるような行事がたくさんあります。ひょっとこ踊りコンテストを開いたり、地域の方々と餅つきや昔の遊びをしたりするおこしょう祭り、そしてサッカーとバスケットのクラス対抗戦、若鳥杯などです。今年もみんなで盛り上がりたいと思います。鉾田小学校では昔から読書活動に力を入れています。掃除の後の10分間の読書タイムではみんな好きな本を夢中になって読んでいます。
つもニコニコしていれば。文庫委員では、お母さん一人一人が、子どもたちが楽しんでもらえるように私たちも笑顔で心から楽しく楽しんで自らやってます。なので、児童の皆さんにはもうリラックスして本当にもうお話の中に入ってもらって私たちと一緒になって楽しんでもらえればと思っています。勉強も頑張っています。特に今年度は理科教育の推進校として理科専門の先生が授業を行ったりゲストティーチャーを招いて面白理科教室を開いたりと興味深い内容が盛りだくさんになっています。また NIE の実践校として新聞を使った授業も行っています。毎朝広報委員会の人たちが届けてくれる新聞をみんなで楽しみにしています。ここで皆さんに質問があります。運動したときにこの4つの飲み物の中で何が飲みたいですか？僕の将来の夢はプロ野球選手です。僕と同じキャッチャーを守っている巨人軍の阿部慎之助選手が大好きです。なぜかというとキャッチャーのキャッチングもうまいし本塁打も打てるからです。僕ももっと野球をうまくなりたいです。僕の将来の夢はプロサッカー選手です。理由は今はサッカーをやっておりアジアやヨーロッパでプレーし活躍したいからです。僕は今サッカーを頑張っているのでプロサッカーの J リーグのチームに入ってたくさん得点を取って活躍することが僕の夢です。僕の将来の夢はサッカー選手です。好きな選手はロベルト・カルロス選手です。なぜサッカーを始めたかというとお兄ちゃんがサッカーをやっていたから僕も楽しそうだなと思って始めました。私の将来の夢はメイクアップアーティストとネイルアーティストです。その理由はメイクをするとちょっと違った自分になるしネイルをすると手元が華やかに見えて綺麗になるからです。私の将来の夢は教師になることです。先生になってこの小学校に来て勉強を教えたいです。国語の先生になりたいです。私の将来の夢はフラガールになることです。将来ハワイアンズに就職してみんなにフラダンスの楽しさを知ってもらいたいです。私の将来の夢は保育士になることです。小さい子が大好きなので優しくて頼りがいのある先生になりたいです。今私たち6年生は宿泊学習でグループごとに発表するダンスや劇、マジックなどの練習に夢中になっています。
私たちの鉾田小学校を紹介しました。皆さん、いかがでしたか？私たちは勉強や運動、そして行事などに一生懸命取り組んでいます。それでは、皆さん、さようなら。